はい、どうも、アスタントレゴルです。スタンダップディーバ環境のノバデッキ紹介していきますのでよろしくお願いします。ノバデッキの方ですが、対戦動画の方が上がっておりますので、こちらもぜひご視聴ください。今回のデッキコンセプトですが、絶対防御になります。ディーバセレクションの中でも防御力に非常に富んだデッキになっておりますので、最後までご視聴ください。そんなノバさんの効果ですが、チーム宇宙の始まりで、チーム出現時効果対戦相手主力に1体を手札に戻すことができます。レベル3グロー直後に確実に1点要求できるっていう感じですね。はい、でもう一つの特徴的な効果ですが、略すとこんな感じ。まず起動効果ゲーム1回で、他のルリグの下にある全てのカードをこのルリグの下に置きます。もう一つアタックした時に、ルリグの下のカードが5枚以上ならトラッシュからガードをデッキの一番上に置きます。7枚以上であれば追加でバンドもできます。7枚達成することで毎ターンガードを回収してルリグアタックを止めることができます。なので7枚達成した場合は基本的にシグニのアタックの点要求しか通さないっていうところで、非常に防御力が高くなっております。ノバさんでよく使うレベル3の方を紹介していきます。まずは孔明ですね。ハーモニー緑をルリグ1体。もう一つ、自動効果、白をルリグがアタックした時にアップ状態のシグニ2体をダウンし、さらに白、無色2コストを支払っても良い。そうした場合に、そのルリグをアップして、ターン終了時まで動力を失わせる。まあ、簡単に言うと2回アタックですね。で、2つ目の効果が、アップ状態のこのシグニがバニッシュされた時に、白と無色2コスト、合計3コストで、このシグニを、謎ゾーンからダウン状態でバニッシュします。1つ目の効果、ルリグアタックによる2点要求を狙っていくっていう感じですね。ディーバセレクションがガード4枚の、ゲームになりますので、毎ターンを防ぎきれないということで非常に強力な効果になっています。でまたですね、この効果はシグニによる要求をしないので、シグニアタックによる、ライフバーストですね、のケアがほぼ効きません。まあ、そのあたりが非常に強力な効果になっています。個人的にやべえなと思ってるのが、条件にあるアップ状態シグニ2体をダウンするっていうところですね。この効果は性質上ですね、シグニでアタックしないことになりますので、対戦相手にエナを与えることがありません。なので、高パワーのシグニを並べてくるんですけど、エナがないので、それらを超えられないということがあります。まあ、除去ができないんですね。また基本的にシグニが全員ダウンしていますので、アップ状態3章のライフバーストをケアするということができます。はい、で、もう一つですね、アタック後にルリグが能力を失うと、ちょっと不穏な、一文が書いてあるんですけど、これに関しては今回ちょっと発売させていただきます。はい、で、それではフェンリルですね。反撃で次のターンの展開を妨害できるといいかなと思います。高いパワーラインのシグニが並ぶことになりますので、対戦相手の除去持ちですね、とかを反撃できるといいと思います。あとは、凍結によるリソースダッシュっていうところが、まあ、非常に考えてくるかなって思います。次はテミテルですね。効果はこんな感じ。一つ目の、ランサー付与の効果によって、シグニによる点要求ができるっていうのがポイントですね。で、2つ目の効果もトリガーすれば孔明のエナをサポートしてくれますので、非常に噛み合いがいい効果になっています。はい、またハーモニーも青のルリグになりますので、まあ、孔明と被ってねっていうところもポイントですね。じゃあ、レベル3の理想盤面の方をご紹介していきます。孔明、フェンリル、仕切りまでですね。このパターンの場合なんですけど、結果的にルリグアタック2点と1ハンデス、あと2面凍結ができます。次のターンに3面パワー1万2000ラインが並びますので、点要求が非常にしづらくなる。孔明の効果で、シグニがアタックほぼしないので、凍結シグニが残るという都合上ですね、エナが増えないというところがあって、高パワーラインを超えられないという事情があります。理想盤面の2つ目ですが、孔明デメテル効果ですね。これはルリグアタック2点とランサー1点、合計3点要求ができるという感じですね。デメテル以外が、バニッシュすることでエナチャージ1もできますので、孔明のアップ状態でバニッシュされた時の効果も使いやすいかなって思います。リリース盤面の3番目がデメテル・フェンリル・イシキリマンですね。ランサー 1.1 ハンデスと2名凍結ということで、まあ、デメテル以外バニッシュしたらエナチャージできますし、回収のターンに3面のパワー1万2000ラインが並ぶっていう非常に強力な盤面になっています。この辺りをですね、展開していけば、パワーラインが非常に高いので、シグニによる要求も通しづらくなるっていう感じですね。ここで紹介してきた石切り丸ですが、効果はこんな。レベル2、パワー発生し4シグニですね。やっぱり一番強いのは、1つ目の効果、常時効果で対戦相手のターンの間、パワープラス4000ということで、まあ、パワー1万2000ラインが3面並べますので、
まあ、非常に強力だ。また、2つ目の自動効果で敵トップを操作できるので、次のターンのドローの質を上げることができます。まあ、基本的にはレベル3を手札で持ってくるようにするといいと思います。実際その対戦動画とかで結構僕デッキ操作をしてるんですけど、まあ、石切丸に助けられるっていうことはかなり多いですね。はい。で、また石切丸も含めてなんですけど、まあ、受けの強さをね、非常に強くしてるなって思います。というのはですね、基本的にはパワーラインが高いので、まあ、シグニによる要求がされる。またですね、もし要求されてもライフバーストで、シグニの転用要求を減らすことができます。で、まあ、それぞれライフバーストなんですけど、石切丸ならシグニをバイナス、トカラルならシグニを2面ダウン、タイポですとシグニアタック化をすることができます。まあ、なので、仮に3面要求されてても、ライフバーストが1枚でもめくれてしまえば、2面まで要求数を減らせるので、このあたりが非常に強力になっています。はい、また、アシストルリグの受けも非常に強いかなと思います。特にレベル2の、アシストですが、要求値を確実に止めることができます。まず、バンダーカーポですが、出現時効果2つ持っていて、このターン次にあなたがダメージを受ける場合、代わりにダメージを受ける。で、2つ目の効果も同じで、緑の無色ボスですね、支払います。ルリガアタックも止めることができるので、ガードを温存するっていうこともできます。ボスさんの効果7枚達成をするために、1コストでグローすることも結構あるかなって思います。あとは、卵ジェットスティックですね。出現時効果で対戦相手種類1体をダウンするのと、無色1コストでカードを2枚抜くことができます。まあ、シグニの一面止めとして非常に使いやすい効果になっているのと、ノバのデッキの貴重な2枚ドローになっていますので、積極的に使うといいと思います。で、ノバさんなんですけど、アシストルリグを、レベル2にすぐしてしまうのがいいと思います。で、このためポイントとして、レベル2の終了時に白を含む3エナを残しておくと非常に使いやすいと思います。はい、というのはですね、卵ジェットスティックの出現時の1コストと、バンダカーホのグローコスト1コストですね、が2コスト。あとはノバさんの白1コスト。があれば、次のターンにエナチャージで白を置けば、ノバさんがそのままグローできますので、ここをポイントとして覚えておくといいと思います。で、まあ、そのままアシストグローして、ゲーム1効果に7枚達成するのが一番いいと思います。で、レベル3でライフロスが3枚以上、残っていると、まあ、ゲームが非常に、進みやすいかなと思います。まあ、というのはさっきのライフバーストの受けの強さがありますので、まあ、ゲームが非常にうまく進むと思います。はい、で、あとレベル1のアシストですが、バンクレジットと卵ダブルストロークを入れています。点数要求のために、結構エナを使いますので、バンの方でエナチャージをしていきます。ただちょっと受けの性能を強くしている都合上、まあ、手札が非常に少ないというところがあるので、ダブルストロークで手札補充できるといいと思います。はい、あとピースですが、エンドオブターンを入れています。まあ、主に使うのは2つ目の効果ですね。で、勝負を決めるタイミングで、方面を回収して、ルリグにで要求できるといいと思います。こちらのピースですが、紹介動画も上がっておりますので、そちらもぜひご視聴ください。はい、で今回気になるデッキリストはこちらになります。今回のデッキレシピですが、入賞レシピとほぼ同じものになっています。入賞レシピはですね、一番しっくりきたので、今回こちらの方を紹介させていただきます。はい、で、ノバさんの弱点に関してなんですけど、アシトルリグのグローボですね、は、シグニの転用要求が通りやすいです。なので、転用要求のタイミングを遅らせるっていうことですね、ノバさんがレベル3に上がった後に、寄せていくのはいいかなと思います。まあ、下手にレベル2で3点要求しても普通に止められてしまうので、このあたりのプレイングは重要かなって思います。はい。で、まあ、もう一つ弱点なんですけど、で、センターはレベル1の時に、要求を集中させるっていうのがポイントですね。というのはですね、アシストルリグによる防御ができないので、まあ、確実にここのタイミングでダメージを通しておくといいと思います。後半の防御力が非常に高いので、レベル1で1点でも多く、要求できると、まあ、非常にいいかなって思います。あとはですね、ノバさんの効果でガードを手札に残しますので、ハンデスだったり、もしくはガード負荷の状況にしていくと、まあ、対処はしやすいかなって思います。まあ、リュグのダメージを通していくっていうイメージですね。実際のデッキの使い方に関しては対戦動画の方もぜひご視聴ください。はい、ということで、ノバデッキの方紹介を終わりにいたします。今後マスターではデッキ紹介、カード紹介、対戦動画の方も上げていきますので、ぜひご視聴ください。それではまたね。